茜さん一本目です。なんかこうオーバーヘッド的なことをする方が上級者だと思ってるんだろうなオーバーヘッドへの憧れみたいな。うぶでもこれはとてもいいよね。あのちっちゃくなくて大きくて冷静にスペースと高度の兼ね合いを自分でしっかり把握しながら、でも遠いよね。もう全然来ていいし速度も遅い。だからってじゃあそこに降りるのが悪なのかっていうと、それはこれも速度がない感じね。手前に降りちゃうのが悪なのかって別に悪じゃない。だってランディング場内だし、前で行き詰まるより手前で安全なスペースが前後にしっかりあるわけだから、あれはあれで狙ってたらそれで正解。